アメデオ・ディ・サボイア・アオスタは、イタリアの旧王族。2006年7月7日より、旧イタリア王家である、サボイア・イエイエ朝の地位を主張し、それまでの儀礼称号であった、アオスタ公に変えて、サボイア公を名乗った。また、第二次世界大戦中に短期間存在した、クロアチア独立国の王位請求者でもあり、クロアチア王位の相続人としては、ズボニミル二世と名乗っている。 アメデオサボイア家の家系図スポレート公及び第四代アオスタ公、アイモーネとその妻のギリシャ王女イレーネとの間の一人息子としてフィレンツェのビラデッラ・チステルナで生まれた。父アイモーネは通軸国が建国した傀儡国家クロアチア独立国の名目上の国王、トミスラブ二世となっていた。アメデオが生まれる三週間前にイタリアは連合国に降伏していた。 イタリアの同盟国だったドイツはイタリアを占領するべく進行を開始した。生まれたばかりのアメデーボは、母、叔母、二人の従事と一緒にドイツ軍に捕らえられ、オーストリアの強制収容所に送り込まれたが、後に連合国軍によって解放された。1948年に、父が死去すると、4歳で、第5代アオスタ公爵、チステルナよびベルリグアルドの大焼ボゲーラ公爵、 ポンデラーの伯爵の爵位を継承した。ベネツィアのモロシーニ海軍士官学校を卒業後、イギリスに留学した。さらに帰国して、リボルの海軍大学に入学、同校を卒業して、イタリア海軍に士官として入隊した。現在、トスカーナ地方の都市カスティリオンフィボッキの郊外にあるサンロッコ村で、2番目の妻シルビアと一緒に暮らしている。アメデオは、 農業関係の幅広い事業に携わっており、自らの加盟を冠したワイン、ビーニサボイア・オスタを製造、販売してもいる。2003年から2006年まではナポリ湾に浮かぶビバラ等の環境保護活動を行う団体の総裁を務めていた。後に対立することになるアメデオと元大使、ビットオリオ・エマヌエール2006年7月7日、アメデオは自分が サボヤイエイエ庁でありサボイヤ公であるとの宣言を行った。この宣言は、元大使であるビットリオエマヌエーレが逮捕された直後に行われた。アメデオの主張するところでは、ビットリオエマヌエーレ元大使は1971年に、フオーウンベルト2世の許しを得ずに結婚をした時点で、イタリア王家の家徳相続者としての地位を喪失していたという。これに対して、 ビットリオ・エマヌエールとその息子、エマヌエール・フィリベルトは、司法の場に訴えて、アメデオに、サボヤ公の称号を使うのを止めさせようと動いた。この件に関する最初の審理は2008年6月6日に、開かれた。王政支持者組織である、イタリア王国元老院会議の総裁である、アルドアレッサンドロモラは、アメデオの主張を支持したが、これに同調した元老院メンバーは、 62人中わずかに9人であった。アメデオの支持者の中には、ビットーリオ・エマヌエーレの実妹であるマリーア・ガブリエラ、元王女がいる。ただし、アメデオによる、イタリア王家課長くらいの請求は、元大使であるビットーリオ・エマヌエーレを支持する、君主制支持者たちから非難を受けてもいる。その後、ビットーリオ・エマヌエーレは、イタリア共和国政府との間に協定を結び、 王政復古の否定を宣言することと引き換えに、イタリアへ帰還する権利を得た。しかし、王政復古の否定は、ビットリオ・エマヌエーレとアオステ派との対立を決定的にし、両者の対立は、イタリアの王党派組織を巻き込んだものにまで発展していった。2004年5月21日、スペインのフェリペ王大使とレティシア妃の結婚式に招待されたアメデーボは、晩餐会の席上で、 ビットオリオ・エマヌエールと抗論となった。激光したビットオリオ・エマヌエールは、アメデオの顔面を殴り飛ばし、アメデオは鼻血を出してその場に倒れ、階段を転げ落ちた。アメデオは、ウンベルト2世から聖アヌンツやア・タ騎士団の騎士に、助せられているほか、聖マウリッツヨラザロ勲章の最高勲章を受賞しており、さらに聖ヨハネ騎士団の名誉騎士でもある。また、マリリアのパンテレリア、 アベトーネの三都市の名誉市民となっている。1964年成婚時に撮影されたアメデオとクロード比1964年7月22日、オルレアニストのフランス王位請求者パリ伯爵、アンリの五女クロードと結婚した。夫妻は三人の子女を設けた。1976年にアメデオとクラウディアは正式に別居した。 夫妻の民事離婚は1982年4月26日に成立したが、カトリック教会による婚姻無効の成立は1987年1月8日まで待たねばならなかった。1987年3月30日、レッジョバンニ公爵、ヴィンチェンツ・パテルのディスペダロットの娘シルビアと再婚した。シルビアとの間に子供はない。インチサデッラ・ロジェッタ公爵夫人。 ネリーナとの間にピエロインチサデラロチェッタという非着室子を設けている。ピエロは公爵夫人の夫の姓を名乗っている。またキアラ・バン・エリン・フイツェンとの間にもジネブラという非着室の娘を設けている。ジネブラはダウン症であった。アメデオはジネブラが生まれる前は娘が生まれたらすぐに認知して養育費を与えることを母親に約束していたが約束を履行せずに 子供の DNA 型鑑定を要求した。鑑定の結果、アメデオは生まれた子供の父親だと確定した。結局、アメデオはジネブラを認知したが、裁判所の命令が下るまで養育費を支払わなかった。ありがとうございます。